もののめの移住郎のよもやま話、今日は第38話になります。沼津にあったしかし見えない幻の城と言われている三枚橋城の不思議発見パート4になります。移住郎さんにお越しいただきました。移住郎さん、こんにちは。こんにちは、移住郎です。いやー、暑いんですね。暑いです。今日すごい暑い。気温もですね、体温と同じになっちゃう。体温超えになりそうです。今日沼津の最高気温が37度の予想なんですよ。そうこの沼津もそのうちに40度でコロナになるんですか、ね、大変です。もう皆さん十分ご注意いただいてね。はい、はいはい、そんなことですから。はい、はい、前回は三枚橋の名前の由来の途中でしたよね。うん、途中でしたけども、残された2枚をね、はい、その三枚橋城だと言われる石の2枚、はい、残っている2枚を実際に見てきました。はい、で測りましたし、写真も撮りました。はい、やっぱし、本物だろうなと思ってます。本物だろうなと。はい、金岡浅間神社の1枚はどのようでしたか。そう、見に行ったんですけどね、はい、広いですね、あそこはね。でちょっと荒れたような状況ですけども、探したんです。探しました。案内板などはもう出ていますかね。それがね、はい、ないんですよ。案内板なかったんですね。それでどこにあるか分かんないんですけども、これね、広い境内の中、真ん中を新幹線が通過してるの。はあ、2つに分かれてるんですよ。はい、はあ、でその中探したんですけどね、はい、見つけましたよ。見つけました。うん、はい、見覚えがありますからね。見覚えがある石、駐車場の中にある庭園らしいものとね、はい、そこに、石橋のようなのが2枚かかってるんですが、はい、その1枚がどうもそれでしたね。はあ、でその見覚えがありましたから、はい、発掘できたんですが、知らなければ分かりません。そこにこれは何ですよというその紹介が、案内が出てるわけではないないですので、なかなか、でも自然石ですからね。はい、うん、私の見た、本光寺のに同じですからね。はい、それから、石の上にね、白いかなんかペンキかなんかの落書きが大きくしてあった。そんな具合ですからね。何かこう柵で囲われてるとかそういうものではないんですか。違うんですよ。もう自然な感じでそこに石をね渡れるようになってにゃんだって。水はないんですけどね。水はないけど、もっと水があったのかな、分かりません。まあ、そんなことですから、はい、まず気がつきませんでした。うん、はい、でもう一枚は千本にある本光寺なんですかね。そうですね、それはね、お墓に入る入り口にありましてね、はい、で簡単な案内所もついてますので、うん、ああこれがそうだっていうのが分かります。あ、案内板がしっかりあって、ぼちぼち見学者があるかなと思ってます。はい、はいはい、お城の実在する数少ない実証ですから、お寺の宝物に参入してね、うん、沼津の宝でもありますものね。そうです、そうなると思いますが、はい、実際にその三枚橋城の残ってもないんですね。うん、実在するものがないんです。はい、ですからね、こういう実物を見ますとですね、うん、実物から何かが物語っていますね。それが、うん、それでその石の声が聞こえましたけどね。石の声なんて話してました。はい、石の声、はい、聞こえました。どんな風に聞こえて。もうね、1777年、はい、に次のお城ができましたけども、はい、それ以前ね、160年、はい、何もなかったんですよね。はいはい、それ以前に書かれたという古い地図がありました。はあ、それのコピーでしたけどもね、はい、私見たのは、うん、1614年にお城が廃城されたんですね。はい、それ大久保さんですね。その後160年の間は の地に戻っちゃったんですね。うーん、でそうすると土地はね、はい、まあ、入合権といいますか、公的なところを耕してなんかする権利が地元の農家にはあるんですね。はい、入合権ですね。地元の百姓の農地となったんですね。はい、それで跡形もなくね、田んぼと畑になったんですが、これが埋めちゃったですね。はい、丘はね、耕すうまくいくように平らにしちゃったし、うーん、全くそのお城らしい痕跡がなくなっちゃったですね。何
かもったいないです ね160年の間に何も残ってない。あ、でも当時の人にとってはもう自分たちの生活もありますから。そうです、生活ですね。必要ないと思ったらそうやってどんどん変えていってしまうんですね。中に道も作っちゃったしね、はい、どんどん変わっていく変わっちゃったですね、はい、でやっぱりこの何かの目的でその絵図ですね、地図ですね、書き残されたものというふうに、はい、判断してますね。はい、謎解きがここから始まるわけですね。そうなんですよ、はい、こういう謎解き大好きですから。謎解き大好きですでね、築城はね、はい、高田勝頼って言うんですけども、うん、でもねその父親の信玄ですが、はい、信玄が取ったんです、ここの城をね、はい、それでその、高田勝頼が、はい、上司となる3年ぐらい前から、はい、信玄が推の修理に当たったんですね、うん、修理をしてたんですよ。修理をしていた、はい、もう全然何もないところでしたけどね、はい、その前に、お城らしきもあったんですけど、土だったんですね。石のあれじゃないですね、石垣じゃなくて石で作られたものではなかった、ね、なかったですね。そもそもは自然のものでしたから、はい、土塁ですね。うーん、それを石垣に変えたり、いろいろやったんですね。うーん、でこの城の征服者はね、信玄でしたけども、はい、いや、ここがこの政治的にね、はい、大変重要な場所だなって見えていたんです。あ、この場所はいいところだと見抜いて、そうですね、はい、それで武田理由の築城遺跡になるんですよ。あ、その理念にあったこのお城をね、はい、まあ、再現していこうというふうに思ったんですね。武田流の文化が注がれたお城だったんですね。そうなると、そうですね、はい、やっぱり 川とかね、はい、海とかお寺の地形を利用した町お城作りですね。城作り、あ、地域の中のお城作りですね。あ、その地域の、まあ、そこに存在する自然、まあ、川、まあ、海を利用する、そしてお寺があるからというところでここにお城を築いていこうという。そうですね、お寺も大きい勢力で、はいはい、侍って字を見ると、うん、お寺と字がついてるでしょ。ついてますねそう言われてみればそうですね、人面に、うん、はい、そういや、お寺もその自分のところの境内を守るために、うん、まあ、お坊さんが刀とか槍を持ってる、はい、ということですね。そうですね、まさに本当に血のりなんですね、やっぱしね、西がね、うん、この三面橋城のエリアですが、はい、小持川なんですよ、うん、で今の小持川を考えるんじゃなくて、はい、もっと大きいんです。もっと大きかった、はあ、ね、そうです、石垣も何もない、はい、自然の堀です、はい、流れてましたからね、相当の水量が流れてました。今でも流れてますね。で東側、無地長川、ここも今はなんかね、堀になってますけど、昔も同じようでしたね、はい、大きい川でしたから。あ、こういった川利用されていて。そうですね、はい、でそこはですね、足軽ルートで、はい、足柄山ルートの、そうですね、はい、足柄よりに、はい、まだ箱根と通ってませんから、うん、鎌倉からはこれ足柄ルートの終点ですね、はい、で、まあ武士社会ですから、うん、武士っていうのはそんな経理だとかいろんなものじゃ増えてですね、はい、京都から公家さんとかいろんな方を呼んでやってもらってたんですね、はい、ね、はあ、まあそういうことで、はい、そこからここまでね、はい、牛車、はい、牛の車で引かせて乗っていくんですが、はい、こういうと急坂なんです、5メートル。あら、坂はちょっと大変です。急に急すごいんですね、はい、それ登れないので、そこが終点になってました。あ、はあ、はあ、だから車が石の里って言われてる、車を返すんですね。あ、車を返す、うん、あ、鎌倉に行く牛車を返す、返す場所、そう、あとはね、はい、歩くか馬ですね、はい、そういうことです。うん、昔は移動も大変でしたね、そう考えると、うん、 ね、そこは沼地でね、はい、まあ、自治練習の聖地ですね。1200年代に日蓮がここで布教したですね、日蓮宗、はい、まあ、当時日蓮宗っていうのは今でいうと新興宗教でしたから、いろいろな迫害もあったしね、はい、島流しにもあったし、あ、そういう時代だったんなことありましたけども、はい、やっぱりここが日蓮宗を広めた聖地になった。
と言われてますね。はい、で鴨川と紀州川もそして周りに海がありますね。まあ、これが守ってますから、はい、まあ、そういうことですね。はい、広告事情の出城物見櫓ではなく、こう何かワンランク上になってくるんですかね。そうですね、あの広告事情の方はワンランク上ですから、あのそれの出城っていうわけですが、はい、はまあ、出城じゃなくてね、もっとね、重要な場所だったんですね。はい、それは信玄ばっかりじゃなくて、いろんなあの当時の有名な、まあ、秀吉にしても、信長にしても、家康にしても、ここが集まる東西の、まあ、大王の接点だった。接点、あ、西と東のね、はい、最前線、最前線の場所だった、だったんですね。はい、ですからね、まあ、そういうことですね。はい、であの三枚橋城の城内に、城内を流れていたムジナ川に架けられていた。そうなんですね、はい、元はそこが沼とかね、はい、それから砂流れとか湧き水で、まあ、そういう場所でしたから、はい、そこにムジナ川を あったんです。そこに架けられてたんですね。はい、で元はね、はい、下町のあたりだと思うんですね。はい、ずっとね、何百メートルから東側、西側に寄ったところを流れて、今の図書館の前じゃなくて、図書館の前に移動したんですよ。はあ、あ、場所も移ったんですね。そこにね、道があったんですけどもね、道って軍用道路、はい、つまりそこが黄瀬川とか富士川とか、やっぱし戦いのルートですから、道ですね。道ですね。そこが低いところ、低地ですね。はい、つまり鴨川とほとんど変わらないから、ゼロメーターですからね。ちょっと橋が、ね、よく流されて、あ、流されてしまうこともあって、ね、はい、そうそう、その木の橋、はい、木橋ですね、はい、作ると太鼓橋のようなんですね。1回ね、1500両かかる。1回1500両っていうとどのぐらいの金額なんですかね。まあ、今は1両10万とか言いますけども、はあ、当時の対価じゃもっと高いじゃん、もっと高かった、何億もかかったと。まあ、それとですね、やっぱりいつでも使えないと困りますね。はい、雨が降って流れたから戦争をやめておくにいかないから、ね、丈夫な橋が欲しいっていう、やっぱりそこで石橋が欲しくなったそうです。だからやっぱりね、築城と同じ時にこの石橋を作ったんだと思いますね。はい、というとかなりこう大事な橋だったっていう印象なんですが、でもなぜそんなにこう大切な高価な橋を作ったのにもかかわらずやめてしまったんでしょうか。そうですね、それはね、やっぱり最前線ですから、韮山城にはね、宿敵の足が茶々丸がいたんです。ね、宿敵ですね、これがね、はい、でそれから今川と、それから北条の最前線、はい、イエスにも出てきましたね。あ、それから水軍を狙ってるんですよ。もう戦国の武将たちがいっぱい出てくるわけですね。そう、水軍を狙って、水軍を狙って、そう、実際に水軍と戦ったんです。戦った、はい、お城で、はい、で後でね、まあ、その話もしますが、はい、そういうことですから、はい、東の城をね、昔元の、外堀じゃなくて内堀の中を使ったもんです、はい、ちょっと狭いんですね、はい、4分の1ぐらいになってしまったんですね。ちょっと東側に広げる必要があったんですね。まあ、そういうことで宇品川の移転ということですね。はい、まあ、その宇品川の移転もこのそこにお寺をできたとですね、1601年頃、はい、江戸時代が始まってるんですね。でここが東海道作りのために、ここが東海道に変わっていく時でした。あ、東海道に変わっていく時だったの で、石橋が不要になってしまったってことですか。そこ埋めたんですね。埋めてそこは道にして、あ、でそれで図書館ずると、そういうことなんですね。東海道を通すために、そう、必要なくなってしまったので、うん、はい、そう、必要なくなったので外したんですが、外されてしまったんですね。その時にはそんな石が大事なものと思わないから、はい、
そうですね、うん、でやっぱりそれをね、はい、どっかに預けたという、ね、はい、お寺に預けた、お寺に預けたということは、それはもう本物の三枚橋の石ということ。でも三枚橋はそんなにね、にはそんなに大事に思ってないから、はい、石だ、ただの石かなと、まあ、当時の人にとってはただの石になってしまいますよ。それがなかなかこう後世に伝わっていくのかっていうと難しいところになっちゃうんですか、ね。まあ、偶然出てきたのは幸いでしたね。あ、見つかったっていう、そうですね、何かこう思いがね繋いでもらえたんでしょうかね。その三枚橋上の石だって忘れられて、うん、新しいその三枚橋のかかって小さな足、はい、昭和に作ったと思うんですけど、はい、それが石橋で、それかなって今まで思って、うんね、はい、でもそうじゃなかった、そうじゃなかった、その大きい方がそうですね、うんうん、やっぱりどうかなって、はい、やっぱりみんなそうするとね、どっちが本物だってなるじゃないですか。そうですね、はいはい、できればこれが当時使われていたものなんだというのを目の前にして当時に思いを巡らせていきたいですもんね。そうですね、やっぱりこれが本物ですよ、はい、でやっぱりこれがお城のね、お城の、堀が出てきました、はい、そういう時に石を調べますと、はい、石と同じ地層鉱石安山岩、安山岩だったんですね。しかも自然石、あ、自然石ででね、あの橋にするために溶岩を削ってましたね、のみで削ったのがありました。今度は加工して、はい、加工してね、はい、3枚合わせたですね、あ、石を切り出して加工して、今まで自然の名前かなと思ったんです、はい、のみの音がありましたから、じゃ自然のままの形ではなくてちょっと加工したものが、横だけね、横だけ、ウエストはねそのままでテカテカでした。横は削ぎ落としたものだった、削ぎ落としてました、少しね合わせてましたね。でこの石を調べてみますとね、はい、あの泥沼山とか、あのそこの神木山は2万年前ぐらいには噴火してたんですね。当時の安山岩ですね、はい、マグマが固まったものですね、へーへーへー、この調べますと、ダルマ山と大平山、はい、神木山系、はい、でこれが箱根とか富士山とか、それから系列じゃないんです、うん、やっぱりここのものでした、この、はい、この土地のものだったんです、この土地のものでした、はい、でもこの当時ですね、はい、掘り出すためにはもともとは田形平野から来たんですが、田形平野に茶田丸がいましたから、はい、宿敵が、宿敵がいましたから、はい、から出せませんね、出せませんよ、やっぱり内側の方が分かったと、もう場所もそういうの選びながらね、ここだったらそう、はい、取りに行ける石を運べる、あのそれから今の山中の裏に石切り場があります、ああ石切り場、はい、そういうとこから来たと思います、伊豆石ですね、ですから、はい、やっぱり泥沼山とか神月山系ですね、うん、そう思います、はい、そういったこの土地のものが使われ作られていたんですね。そうなんです、でも本物だったんですね。そうですね、はい、本物に出会うことができました。やっぱりこれをね、はい、もう少し、市民にも見ていただいてね、はい、実感ね、そうですね、そうすると、三枚橋城っていうのが浮き上がってきますし、もともとね三枚橋城っていうのは最近つけたらしいですね、はい、最近っていうか、まあね、あ、名前がですか、近年に、はい、当時は沼津のお城とか、はい、三枚橋のお城みたいに、ああ、ちょっとぼんやりした感じだったんですかね、そうそうそう、別に何とかって名前じゃなくて、はい、沼津のお城、三枚橋のお城っていうふうに言ってたような気がします。あ、はい、またいろいろ話を、ね、はい、新しい発見もありますよ、新しい発見をまた次回も楽しみにしてます。そうですね、はい、またお聞きください、はいはい、では次回は、9月になりますので、9月の放送も楽しみにしています。はい、はい、伊十郎さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。もののべの伊十郎のよもやま話お届けしました。